ここでメンバーの皆さんにとってのですね、ルナシーの過去のたくさんのライブを思い出していただいて、例えば一番緊張したライブはどれだったかななんてことを思い出してみていただきたいんですけど、皆さんいかがですか。一番緊張したライブ、俺あんま緊張しないんだよね。あ、そうですか。うん、だからあんま緊張した覚えはないんだけど、ただでも気合入りすぎちゃって、はい、力入っちゃって、はい、もう1曲目から腕痛いみたいな、そんな、そういうの演奏あるかな。それ大体どのライブ。いや、もう節目節目のライブは。新谷さんどうですか。俺ね、そうですね、まあゼル違って毎回こう結構緊張しいだったけど、一番緊張したのはね、インディーズの頃の一番初め出た6名間かの覚えて、鮮明に覚えてるの、もうあまりにも、まあ、変な話ね、あまりにもお腹が痛くてりゅうちゃん家の実家に一回トイレ借りたの、行く前に。行く前ね、うん、ぐらい緊張したんでね。緊張のせいでお腹が。そうです、ライブ中は大丈夫。そうです。始まったらもう、いや、もう始まったら大丈夫。この5人の中では一番緊張しいなのは新谷さんなんですかね。どうなんだろうね、ま、そう見えないけどね、うん、全然見えない、全く見えない。まあ、ステージ違う曲とかもやってるよ。それ京都じゃん、スポーツ、スポーツバレーというか、プレッシャーって言ってるのに深夜入んないんですよ、うん、あれって、てっきりシェードだと思ってていきなりずったずった一人で叩き始めたんだけど、いきなり追尾と叩かれると誰も入れない。結局入れなかったね。結局止まったね。びっくりした。びっくりした。こっちです。びっくりした。見間違えたんですか。いや、でも、うん、みんな乗っかってなかったから無傷だったよ。まあ、多分。こっち。いや、なんか勢いあるドラマなんだと思われて。確かに、確かに。ちょ、言い訳させて。別室にいたのよ、アンコール待ちの時。はいはいはい。で、アンコール何の曲やるかっていうのを、そこで話しらけて、そのまま、そのままステージ行っちゃった。なんか勘でシェード叩いてる。そう、勘でシェード叩いてる。勘で叩いてる。誰も入れない。ゆうちゃんのプラシャーってのが、シャーって。ああ、おぉ、シェードか。俺入んねえ。でもギターが入んないから。そう、何やってんの、すげえ。ドラムから入る。でもドラムから仮に入っても何拍目が回ったか誰も入れない。分かんないからね。そもそもドラム始まりじゃない。なるほど、それが京都であった。京都ボーバレー、それ四つ尾ボーバレー。懐かしい。美しい恋の物語ですね。なるほど、恋じゃなかった。止まりました。